はい、おはようございます。永田です。さて本日のオバブは稼働初期ぶりに使ってきたガンダムエアリアルということで、この機体はねご存知、オバブから追加された新キャラということで、まあ、このゲームタイトル始まった、まあ、初日はこのエアリアルの動画を上げたんすよね。でその時に喋った、まあ、初日の感想というか期待評価かが珍しく当たってたっていうね、そういう期待でして、まあ、確かその時の動画で、まあ、キャラのポテンシャルはあるんだけども武装があまりにも堅実すぎて流行んないだろうなみたいな、まあ、ガンダム馬王じゃないと、まあ、脅威には感じないんじゃないかなみたいな、そんな話をしたんですけど、まさに当たってたっていうね。まあでも超最初期はね、環境に詰まってない頃は注目キャラということもあったし、あと使いやすくもあったんでね、まあそういったあれでちょいと流行ってはいたが、まあだんだんとねバグキャラのトルーパーが修正されて、まあそっから似たような系と弾飛ばし系の抵抗だったら、まあヤクト動画だったり X2 回が発掘されたりして、そこからさらにね度重なるアップデで高コも抵抗も強えやつが増えて、あれこいつしょっぱくねってなってシュッと姿を消していったみたいな、そんな感じがしますけど、まあでも言うていっちゃん流行ってた時も俺はほんまかなって思ってたけどね。確かに2000にしては優秀な機動力、多い耐久で武装面もまあ多少は2オン2できるから、まあ、横に杖3000置いてかつ抵抗馬王が乗るとさすがに硬いなとは感じたことはあるけど、そういうのできるプレイヤーは少ないからね。さらに言うのであれば、このゲームこんなねゼロからコツコツコツって積み上げていって勝ちを導く、もうガチもろに人の腕が出る機体よりかはもっと歯茎を向いて楽に勝てる機体が5万といるんでね、まあ、そういった要素も含めて採用されにくくなるのは必然だったかもしれない。はい、というわけで改めて稼働初日ぶりに使ってきたガンダムエアリアル視点見ていきましょう。今回もね視点はシャッフルで撮ってきたんですよ。最近ね周りの人が GGGP 練習ってことですげー真面目にやってるからさ、あ邪魔したらあかんなってことで、であとこの機体に限って言うとやっぱエアリアルね固定で撮るとどうしても3000コスの後ろにずっといておんぶに抱っこ視点にならざるを得んのよ。もうそういう戦い方コンセプトだからしゃあねえんだけど、でもそれやっちゃうとね動画勢が寝ちゃうからさ、もうそこら辺も配慮しての、まあ、多少自分で盤面を動かさなくちゃいけないシャッフル視点なわけですね。配慮が行き届いてる。はい、というわけで実況やっていきましょう。よろしくお願いいたします。さて2戦目を少し過ぎたあたりから N サブガンビットエスカッションを飛ばしつつ仕事してるふりをしながら、ここはライフリとの疑似体はちょっと自信がないのでここは撤退すると。てかライフリもねなんかエアリアルと同じ感じで真面目にやるキャラだからあんまり使われなくなるかなとか思ったが、まあさすがにサブのね縦投げが強かった。まあ今もね絶賛使われています。さあニューガンダムオーバーヒートを見届けて超冷静に相方と連携していく、あまりにも手堅い。まあ序盤でねエアリアル食らいすぎてしまったんで、こっからはターン A が落ちきるまでこの耐久をね、まあ、一定キープしておきたいところではあるが、ここでニューガンダムがバーティカルバーストを吐くが、まあ、それは3000同士の怠慢でお願いしますといったところ。さあビームが一発当たるが後続何もキャンセルは出なかったが、ここは特殊ロングバレルのライフルでニューガンダム落として、ここからはライフリーかと思いきやカバーリングなので一度撤退。そんでもってニューガンダムが近すぎる、 CS が危なかったが、さあライフリーがこちらに来る。ガンビットに守ってもらいながら EX バーストクロス、まあこちらで逃げておきたい。相方と合流したいが一度ニューガンダム、まあ、こかしてから行きたい。ブー角から前角後ろ派生の共投げで一度ダウンさせてからライフリー行きたかったが、意外と早く起き上がっていたニューガンダム、もうちょっと気ぃつけてもよかったかもしれない。いらないダメージを食らってしまった。さて気づけばまずいことに相方のターン A ガンダムの耐久がまずくなってきたので、ここは体を張ってレスキューをしたいところだ。ニューガンダムライフリーどっち行くか結構難しい状況ではあるが、さあ相方がガンダムハンマーでニューガンダム、これで強制ダウン取ったかと思いきやそんなことはなかったが、まあ、どさくさに紛れて相方がライフリーを落としてくれて、さあどんどんと詰め寄っていく横角と、これは高性能からの前派生、そして前角後ろ派生でしっかりダメージ取ってから落とされて、まあ、バーストを貯めていくと、まあ、相方 F 角あるんでね
まあ、そこにバーストクロスしてあげればと思ったが、まあ、これはリスイチ加減といったところか。ちょっと言いそびれたけど、バーストクロスすると、まあ、お互いの覚醒時間が少し伸びるんで、まあ、状況によってはね、覚醒かぶせるかみたいな、まあ、そういう選択肢も入ってくるわけです。はい、じゃあ次見ていきましょうと思ったら、ローゼスビットが飛んできた。まあまあ減ったな、240くらい減るんだねと思ったら、次はマグナ式種子島、痛すぎたマイソウル。まあ、とりあえずガンビット飛ばしておいて当たればいいなと。まあ、なかなか当たらないんだけどね。さらに忍刀道のゼロ丸がサーブし当たってしまうが、バスターレールキャノンからの射撃 CS、 相方がかなりナイスすぎるフォローしてくれたので、まあ覚醒使わないまま落ちるといったことはなさそうだ。ここでマックスターがバーストを吐くが、 N 特殊、これはいい性能してんな。さあこちら吐いていきたいゼロ丸に向かって、さあどうする、後ろ覚醒技データストームを浴びせてからこの前派生、これマジでかっこいいよな。合間合間にガンビットが攻撃してるところもいいし、何よりテンポがいい、出し切って気持ちいい。つうわけで落ちるまであとは何かしらの爪痕を残したいなと思ったが、なんかすげえ長いザンバ島にぶったたかれてしまって無念落ちてしまった。だが相方がゼロ丸を落としてくれて、んじゃまあコスオーバーを狙うかといったところで、エスカッシャーを放つ、ビームライフルからつなげて、このコスオーバーにさせたのはでかいんじゃないか。さあさあ耐久をそんなに減らさないようにゼロ丸に向かっていきたいところだが、さあゼロ丸こかすことはできて、ここは後ろ覚醒技でまあ置き攻めやってもよかったが回避を選択する。危ねえところで相方と連携してマックスターでも良くなってきたな。しかし忍刀道発動したゼロ丸怖い感じではあるが、しっかりと進行方向を読んでエリクト姉さんナイス、そっから風格を出し切って、出し切ってやつが初段で終了。それではラスト見ていきましょう。敵の編成がエクストリームゼノンフェイス、そしてクロスボーンガンダム X3 マルタが避けられんと、まあ、とりあえずリバサで風格を振ってなんかすげえ巻き込み方して怪しいコンボで割ったが、前角出し切り、そしてマルタが避けられんと、まあ、今のは仕方ない。さあぐちゃぐちゃになってきたが、乱戦は向こうの方がね得意っぽいんで冷静に下がって、まあ、今のは N サブがしっかり仕事をしてくれた。だが今のオールレンジ武装のトレンドは姉ちゃんが乗ってるのではなく赤ちゃんなんだよな。さあ村正にはカウンターを取ってからの前派生、出し切っていく、かっこいいね。そっからゼノンに特殊の2射目だけではしてなかった、あまりにも安い、仕方ないか。だが相方が即座にフォローを入れてケツを拭ってくれた、ありがたい話だ。さあカバーリングが溜まってるので自分が吐いてなのかどうする。まあ、相方というよりは、まあ、自分で吐くといった感じか。さあ相方がカバーリング、そこから敵もカバーリング祭りからの吐くタイミングがうんこ、まあ、仕方ない、もう覚醒技食らってしまったものは食らってしまった、まあ、本来だったらね絶対やっちゃいけない覚醒なんですが長たいありがち。さあ特殊射撃、そしてガードで、まあ、なんとか生き抜くが、この覚醒の猛攻はしのぎきれない。さあ相方がカバーリング発動してくれて、まあ、これでたまるか、怪しいな、ちょっと自分で頑張らなくちゃいけないが、ここはビームライフル、さらにロングバレルもセットでしっかりとダウンを取っていく、まあ、その甲斐あって覚醒もたまった。これはあともう一回吐けそうな気がする、まあ、CC の特権といった感じかな。さあ X3 が詰め寄ってくるが、ここは後ろ覚醒技でスタンさせてから、まあ、巴投げで、まあ、一応 C 角抜けられる読みからの相方の援護プラスこちらの特殊でクロスボーンガンダム X3 落として終了です。はい、というわけで以上が久しぶりに使ってきたガンダムエアリアルの視点でした。いや本当にただただひたすら堅実なキャラだな、まあ、エクバおじの俺的には別に嫌いではないんだけどね、まあもうちょっと楽はできるよなってのは序盤にも言った通りだ。実際他のタイだと今評価どんなもんなんだろうね。まあ今更ではあるけど、実際俺はその一番上の固定のタイ、まあ今だったらオーバータイの固定化での話しかできないからさ、他のもうちょっと下のランクタイだと評価まだ高かったりするんでしょうか。ちょっと気になるところではあるが、今日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷にもご期待ください。